車は、マサスコ東京方面です。午前8時10分レーダーの道路交通情報をお知らせします。初めに、京葉道を伊豆方面へ向かわれる方に、最高の良い情報です。本線から、田辺ジャンクション、北関東流方面へのジャンプで、最高で良いになっています。引き続き、京葉道を、北ラジ方面へ、走行中の方にお知らせします。浦和本町の先、船橋両町の付近、小鶴バスを先頭に、また、29キロバス付近の、北関東流方面を先頭に、2キロほど、それぞれ停滞しています。ハローラジオ、京葉道の市川よりお伝えしました。あなたのディスタンドに、マジックが増やせません。